昨日はお疲れ様だってありがとう。今日ね、DMM を見ようとしたんですよ。さっきちょっと時間があったから。でもなんか開けなかったんだよね。サクタベめっちゃいいポジションだった気がする。だってサクタベはね、サクちゃんポジさせていただきます。僕も同じ現象起こった。だってだよね。なんかね、見ようと思ったらなんか見れないんですよ。グンマリアさん、おはようございますって。おはようございます、グンマリアです。なかなかなりました。福岡の今日の最高気温は19度だよ。だって19度はさあれ寒い。自分は DMM で見ました。だってありがとう。自分マーさんがバグっていいじゃん。自分のポジションで歌ってたのがすごく懐かしかったね。イエスノーブーね。でも昨日バグっていいじゃんフルを初披露だったんですよ。びっくりしちゃった。確かにフルやったことないなーって思った。ね、七色公演も発表されまして、私はグリーンです。もう曲とかも決まってて、今日はステージリハがあるんですけど、あんな曲をしたりこんな曲をしたりと、もう最高に楽しいです。確かにまたかえちゃんと一緒だ。わ、これ久々だなっていう、なんかちょっとマリアのファンの方は嬉しいんじゃないかなっていう曲も一曲あったりなかったりします。ないんかいってね。あったりしますよ。なっちゃん優しい、優しいよ。マリアは12日だったっけ。12日かな、12日にユエルタンの、ユエルタンがいるピンクチームと一緒に出ます。なんかこのまつげがさ、すっごいアイラインしてるみたい。イエルと一緒に出る、嬉しい。昨日の公演とかのナイロとかって単体で買ってみることできないの？どうなんだろう。どうなんです、皆さん。確かに月額だとね、高いっていうのもあるものね。単体で買えるはずですって。単体いけるよ。だってカミジマさんにコント劇で歌ってたね。そうなの。単体ってどうやって見るんですか。だって単体はストリーミングで1回きり。
マーさんファン優しすぎて泣きそうだって。そう、マーさんファンはね、優しい人がたくさん集まってるの。月額会員です。ずっと月額会員。月額会員だと、なんか定点で見れたり、ライブ配信の時に、生配信の時に定点で見れたり、こう、ね、単体では買ってないやつが見れたりするってことだよね。DMM で公演選んで単体購入みたいなやつがあるはずだって。単体で購入すれば1週間くらい見れるはず。すごいね、みんなたくさん知ってるね。寒い。あと通常画質しかないんだって。あ、高画質では見れないってこと？マリアちゃん、タップとか使わんと、あんま使わないかも。群馬の時はめっちゃ使ってたけど。天気は良くなりました？どうだろう、まだ外出てないから分かんないや。今日の天気バグっていいじゃん。まーさん誰の着てたの？多分ユリアさんの衣装だった気がする。何時に起きました？8時半に起きで、お風呂に入りました。昨日公演見た後、あおちゃんの実況してるリットチャーム公演見ました。だってリットチャームで公演も早くできたらいいな。画質悪い？もしかして今なんか光がさ変じゃない？マリアの布団の上にはこの最初の生誕祭でいただいたものが入っております。1ヶ月だけ入るとかできますか？学生だから毎月は怒られちゃうですって。皆さん、月額会員だから解約すれば大丈夫だって。グリーンチームほとんど5期生だからマリア先輩だね。そうなんですよ。5期生が4人かな。なっちゃんとまいちゃんとマリアとかえちゃん、りなちゃん、さなちゃん、いちむ。確かにまだチーム K4 だね。そう、マリア、アイチーじゃなくてイチムって呼んじゃうんだよね。もう何回かグリーンチームでリハーサルもしてて、今日はステージリハっていう、もう劇場に立ってみんなでこう一斉にリハするんです。私今日は先生が大変だね。一番先生が大変ですわ。もう瀬取りも決まってますしね。楽しみです。本当に楽しみしかない。それまでになんか前髪がいい感じになってくれないかな。なんか最近さ、どんどん前髪が重たくなっていくっていう変な現象が起きてて、
切れば切るほど重たくなるんです。そしてこの横髪をもうちょっと切っちゃおうかなって思ってきてる。ちょっと瀬戸り教えてくれてもええやで。だって教えない。絶対に教えない。こんぐらいだかな。今の前髪いい感じかも。公演は2組が前半後半でするの。そうですそうです。じゃあピンクグリーンだったらグリーンが前半でピンクが後半って感じで、てか1公演で2つのグループが見れるってこと。チームグリーン見に行ったらまいちゃんとマリア両方してることがバレてしまう。あ、もうバレちゃったんで、もう両方の2つのうちわを持ってください。奇跡とか歌っちゃうんですか？歌っちゃうかもよ。なんで七色公演することになったのかは気になる。確かに。14人同時にステージには立たないんだね。わあ、それはどうでしょうか。それはどうでしょう。それはどうでしょう。鼻水が寒くて垂れてくる。これ今下向いて配信してるからさ、20話後になる。どうでしょう。見てました。モノマネいけるんじゃない？似てる。本当？似てる？マリアが一番似てないっていう話になったんだけどね。カメラを高めに置くとより可愛く映るよ。マリアこっちの方が落ち着く。コント劇初めて生で見たけど綺麗すぎて拝みたくなりました。だって大丈夫かな。すっぴん今すっぴんだから
びっくりされちゃうかも。マリアン女神の時と顔がちげえぞってならない？大丈夫？ありがとう。ということで生浴びタイムスタート。和樹、ともはん、よしひろさん、関、ゆうき、ただの魚、飛車王たん、みどり、あや、エレハナ、つ、ビタミンちくわ、テリー、ねね、みすず、みさどん、じんじん、はやと、エレハナ、としぼう、ぺこ、ひろたん、終了。なんか今日めっちゃ二人がさ、すっごいよね。13位トヨキさん、12位タキヤブヤケタさん、11位ヨシパンさん、10位ヒロッチさん、9位ちゃんとくさん、8位ただの魚さん、7位ニッティブコデさん、6位橋本ちゃん、5位ヨシヒロさん、4位神崎正和さん、3位ハヤトさん、2位ペコさん、1位赤いパプリカさん。パプリカ花が咲いたということで、今日はグリーンチームのリハーサルがあるので頑張ってきます。その前にいろいろ見たいものがあるので、いろんなものを見て頑張ります。今日も今日とて踊りまくってきます。あん、出遅れただって。またいつかじゃあ見てね。バイバーイ。